こんにちは、ナゴライオンです。ですね、なんていうのかな、私の場合はこう一番最初ね、キャンピングカーで旅しながら凱旋やるとかいうことを目標に、去年 の9月いっぱいで家を出て、で旅をするみたいな感じにこうなったんだけど、まあ今は結局ね、岐阜県の恵那っていうところに畑と家っていうのかな、あと田んぼとか手に入れて、そこでまあの自給自足っぽいことをやりながら暮らしたりもしてるんだけど、まあ旅をしながらね、凱旋やでもやったりとか、これはまたやっていきたいんだけど、でそういう風になっていった時の記録っていうか、ちょっとほらこれ珍しいパターンじゃないですか、私のこの人生のなんかなんていうのかな、なのでそれの解説っていうか、最初に旅に出たところからの説明動画ってのをちょっと作ってみようかなと思って、シリーズものでやってみたいと思います。で最初、一番最初ね、最初はちょっと口から出任せ的に旅に出るよって言っちゃったんだよ。去年の8月15日に盆踊りを愛知県でやったんだけど、それの会議をした時にね、名古屋で集まった時に俺はそれを言っちゃって、寺尾さんがコミュニティ作るよっていうのをなんか言っちゃったんだよね。でまあ、それが実現の方向に向かってちゃんとやってますみたいな、そういう話の、シリーズをちょっと作っていきたいと思います。ありがとう。毎回な感じで、あのままの姿をさ、たまにはね、愛してやって判断で、忙しくて闇の中を一人でさ、走る気分で疲れ果てて、それじゃますます世界は最低だな、喜びはどっか行っちゃってら、これでいいのだって学んだら、歪んでるレンズ眼鏡は捨てて、両手で握りしめた重いハンドルをまずは手放して、見よう軽い気分で笑いながらね、これでまずまず世界は順調だな、争いはどっか行っちゃってら、これでいいのだってわかったら、悲願たりなんかしてる暇ないんだぜ、ナオライオンです。私事ですけれど、さっき言ったような計画をもうやっぱ本当にやっぱり自分の生活を変えて動かなきゃいけないって今思ってるんで、今住んでる家を出て10月ぐらいをめどに、できたらキャンピングカーを手に入れて日本全国を回って、各地で凱旋とかやってる人たちとみんなと仲良くなって一緒に凱旋やったりとかして、まず凱旋をやる、そのさっき言ったその権利抵抗権、これはあるんだよ、大丈夫なんだっていうのを、私はもうそれを写して発信したりすることで形で見捨てたいと思ってます。でもうなんか今そのコミュニティの話さっきしてたけど、そういうもろもろを考えると、今もう俺は個人的に定住してないしようっていうのはないので、車で移動しながら各地回って、で寺尾さんがさっき言ったそのプロの活動家を作るとかっていう話、あれももちろん全然感動するんだけど、今まず自分がやりたいのは、各地に点在しちゃってる市民運動の人、どっかの町には1人とか3人とかでやってる人がいるかもしれない、で名古屋はまあ幸いにしてこんだけたくさんいるし、東京ももうちょっと人数がいるんだけど、それがバラ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 でやってて、で普段からそんなにユナイテッドすることはないと思うんです。だからこの案件、これは一緒にやろうよでいいし、これは意見違うんだからこれはやれないようで全然いいと思うんだよね。だけどまず友達になっておくことが俺は本当に大事だと思うし、顔を知ってることだから、でそのためにはやっぱり会わないといけない。インターネットで
思想が同じっていうか考え方が同じだけで繋がってると、ちょっと考え方が違うとこいつダメだってみんなすぐになっちゃうんですよ。でむしろ攻撃をし始めるんですよ。でそれは本当に愚かなことだから、まずやっぱり顔を知って、人と知ってというか、まあ、その友達になって、そっちの方が絶対俺強いと思うから。でなので、私はちょっとそういう形でしばらく日本全国を行脚したいと思っております。で、まあ、いろいろその周りのご協力もあってなんとかなりそうなんだけど、そのこの警察は。だけど、まあ車欲しいんで、ざっくりとキャンピングカー貸してくれる人とかいたらもうそれでもう話済んじゃうし、もしそんな方いたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとう。